自称寺、自称寺は、京都府京都市左京区銀閣寺町にある、臨在州小国寺派の寺院。小国寺の境外、境外達中である。室町時代後期に栄えた東山文化を代表する、建築と庭園を有する。室町幕府八大将軍、足利義政が六音寺の斜利殿、金閣を模して造営した、老閣建築である観音殿は、銀閣、観音殿を含めた、 寺院全体は銀閣寺として知られる。古都京都の文化財の一部として世界遺産に登録されている。銀閣は金閣、非文閣、西本願寺境内と合わせて境の三角と呼ばれる。3号は東山。会期、創立者は足利義政。会さんは無双祖籍とされている。無双祖籍は実際には当時創建より一世紀ほど前の人物。 個人であり、このような例を、環状解散という。室町幕府八大将軍、足利義政は、文明五年、1473年に、この足利義直に、将軍職を譲り、文明十四年、1482年から、東山の月町三六に、東山山荘、東山殿の造営を始めた。この地は、 応仁の乱で消防した浄土寺のあったところであり、近代以降も左京区浄土寺の地名が残っている。当時は応仁の乱が終了した直後であり、京都の経済は疲弊していたが、吉政は庶民に、単戦、臨時の税や夫役、労役を課して、東山田の造営を進め、書画や茶の湯に親しむ風流な陰性生活を送っていた。 造営工事は、吉政の死の直前まで8年にわたって続けられたが、吉政自身は、山荘の完成を待たず、工事開始の翌年である文明15年、1483年にはここに移り住んでいた。東山殿には海所、常御所、釣り明帝、龍瀬橋、泉戸の、西指庵、須杉すぎ船長前帝などの大規模な建物が建ち、吉政の祖父、 三大将軍、足利義満が建てた北山殿、後の六音寺ほどではないが、ある程度政治的機能も持っていた。ただし、現存する当時の建物は、銀閣と東武道のみである。遠徳二年、1490年2月、同年1月に死去した、吉政の菩提を弔うため東山殿を禅寺に、改め、小国寺の末寺として創始されたのが、自称寺である。寺号は、 義政の因号である、自称因伝にちなみ、自称因とされたが、翌年、自称寺に改められた。戦国時代中期の天文19年、1550年には12大将軍、足利義義輝不死により自称寺の裏山に、中尾城が築かれ、短期間で、廃城、末期には、全関白、この江崎久の別荘にもなったが、これは、自称寺六世の檜山、 随明あきが咲久の弟だったことによる。咲久の皇居後の法名は、東軍立山空誉れであった。咲久の死後は再び昭国寺の末寺として、再興された。昭和27年、1952年3月29日には、庭園が特別史跡及び特別名称に指定された。平成6年、1994年12月17日には、 古都京都の文化財として世界遺産に登録されている。自称寺観音堂の以下、銀閣と表記の建築形式、間取り等については以下の通りである。銀閣は木造二階建ての廊格建築で自称寺境内、近境地の阿ぜに東表して立つ。長京三年、1489年の上等である。屋根は、宝行作り、吹き出、焼いただけに、 同性法王を置く。ただし、古記録や名書図によれば、18世紀後半頃までは、法王ではなく法主が置かれていた。録音実写理伝、金閣が文字通り金箔を貼った建物であるのに対し、銀閣には銀箔は貼られておらず、貼られていた痕跡もない。上層は当初は内外とも黒漆塗りであった。初層の平面規模は当面及び西面が8.2メートル。 北面が7.0メートル、南面が5.9メートルである、西面の北寄りに勝手口が突出しているため、北面は南面より1メートルほど長くなっている。初層は、真空電と称し、住宅風の造りになる。初層東側には落ち縁が設けられ、軒も蓋の木となり、こちら側が正面であることを示している。初層の南半部、正面から見て、左側は、 手前を四畳台の吹き放しの広縁とし、その奥を八畳台の二間とする。仏間は板敷で、天井は吹き寄せ角天井とする。初層の北半部は、手前が畳敷きの六畳、その奥は三畳台の板敷きの小室が南北に並ぶ。このうち北側の室には上層への階段と勝手口、南側の室には押し入れがある。階段は、 上層の北側の周り園に通じている。なお、この三上館二室は、部屋としての役割が曖昧である上に、後世の改造の痕跡があり、当初とは、間取りや階段の位置が異なっているとみられる。初層の外周は、南面と西面は腰壁入りの障子窓とし、北面は、東半部が腰壁入りの障子窓、正半部は土壁とする。仏間正面と六上館正面は、 腰高障子を入れ、広縁、六条坂は、杉戸を用いる。上層は、超音覚と称し、初層とは異なって、禅衆様の仏像風に作る。柱間は、東西南北とも三間で、内部は、仕切りのない一室で、観音菩薩座像を安置し、詩集に縁と降乱を巡らす。創建当初の上層は、内外とも黒うるし塗りで、軒下には、彩色があったことが、 痕跡から判明している。六音寺金閣の山層が東西南北とも同形式で柱間も等間隔に割り付けているのに対し、銀閣の上層は東面と西面のみ形式が同一で、南面と北面は異なっている。金閣の山層は四面の中央に等を設けるが、銀閣の上層は南面と北面のみに3から等を設ける。上層南面は中央間を3。 からと、両和機関を、加藤窓とする。北面は、中央間が3、三、からと、両和機関は、窓がなく板壁である。東表と西面には、出入り口はなく、三軒とも、加藤窓とする。柱間寸法は、当面と西面が三軒を等間隔に割り付けるのに、対し、南面と北面は、との立つ、中央間を、両和機関より広く取る。 東表と西面は、桁を支える要柱の外側に張り出しを設けており、そのため、周り園は、東側と西側において、幅が狭くなっている。前述の加藤窓はこの張り出し部に設けられている。東西の張り出し部は、室内では、作り付けの腰掛けとなっている。二層内部は板敷き、各天井の一室で、西寄りに、趣味岩を置き、観音菩薩座像、 ほら中観音を東向きに安置する。上層の建築様式は禅宗様を基調とするが、縁の降欄は和洋の羽根降欄である。初層は東を正面とし、上層の観音菩薩像も東向きに安置されているが、上層では南面と北面のみにとがあり、正面にあたる東表には出入り口がない。以上のような上層の状況を見れば、上層は三。 カラトのある南面が正面とみなされ、当初は銀閣の南側に池があり、池を挟んで南側から観音像を廃する形であったと推定されている。銀閣はこのような変則的な形式を持つことに加え、部材に見る改造の痕跡からかつて別の場所に建てられていたものが移築改造されたものであるとする説もある。ただし、平成21年、 2009年に行われた発掘調査によって、現、銀閣の下で、室町時代の聖地層と赤裂が確認され、銀閣は創建時の位置から移動していない可能性があるとの調査結果が公表された。金閣になぞらえて、自称寺観音殿が銀閣と呼ばれるようになったのは、江戸時代以降のことである。万寿元年、1658年に刊行された。 洛陽名名集などのの文献に、銀閣寺の名前が見られる。金角と通称される録音寺社理殿には金箔が貼り付けられているのに対し、銀角と通称される自称寺観論殿には外壁に黒漆は塗られているが、銀箔は使用されていない。当初は名前の通り銀箔を貼る予定だったが、幕府の財政事情のためにできなかったという説や銀箔を貼る予定であったが、 その前に、吉政が多界してしまったという説、外壁の漆が日光の加減で銀色に輝いて見えたからという説がある。また、当初は銀で覆われていたが、剥がれ落ちてしまったという説もあったが、平成19年2007年1月5日に行われた科学的調査によって、創建当時から銀箔が貼られていなかったことが明らかになっている。ちなみに、 吉政の妻、日野富子は、資金援助を一切しなかったとも言われている。屋根は、約30年ごとに吹き替えられている。平成20年、2008年2月から平成22年、2010年3月まで、吹きの屋根の吹き替えや柱や壁など傷んだ部材の、交換、耐震補強、2階の超音角内部に黒漆を塗るといった。 大正初期以来の大規模な修復作業が行われた。修復に際し、京都府教育委員会は老朽化を防ぐために、銀閣の外壁に黒漆を塗り草原当時の姿に戻すことを提案したが、所有者である自称時の移行により現在の外観を維持する方針で、修理が行われことになった。また、工事と同時に調査も実施され、1階の 真空殿からは創建当時のものと見られる仏像を安置するための二日構えの痕跡や二階の外壁の抜き下部分からは花などの模様をたどった赤や青に彩色された跡が見つかった。総事業費は約1億400円。修復終了後の平成22年2010年4月12日、住職の有馬来程らによって楽景法要が営まれた。 東武道は一重入りもや作り、日和田武器で、文明十八年、1486年の、混流である。の木は、そたる木、組物は船ひじきを用いる。吉政の自物堂として混流されたものであるが、様式的には、住宅建築の要素が強い。平面は、正方形で、東西南北の角面とも6.9メートル、三間半、四方の規模である、ここでいう、 仏間は、畳の長辺の長さ。南を正面とし、内部は四室に分かれる。正面側は、西、向かって、左を八畳台の二間、東を縦四畳の室とする。奥側は、西が六畳、東が同人祭と呼ばれる四畳半の書斎である。仏間は床を、板敷き、天井を折り状小祖角天井とする。他の三室は、畳敷きで、天井は、 沙央園天井とし、室境はいずれも、襖とする。仏間は、正面奥に、趣味団を設け、阿弥陀如来立像を安置。西側は、襖の奥に、偉い棚を設け、南寄りに、北帯の足利義政像を安置する。仏間の襖は現在は、白紙が貼られているが、当初は、かのま信の部室の重層図があった。東部堂の西側外面、仏間の外に当たる位置では、 外壁の一部が床の魔状に交代し、その部分が円に面した腰掛けになっている。これは昭和39年から40年、1964年から1965年の解体修理時に復元したものである。影漁権日録に西向きの床と記されていたものがこの腰掛けにあたる。仏間正面は中央間を三から塗料開き、その両脇を連合窓に、 腰板壁とするが、それ以外の銅の外面は、マイラドか、壁とする。東北に位置する四条半、道人祭は、北面の左側に、半間幅の違い棚、その右に一軒幅の書院、デフ机を設ける。棚と書院は周り円に張り出す形で設けられ、書院部分の外側はマイラド、内側は名称字とする。この棚と書院は、 この種の座敷飾りとしては、現存最古のもので、床の間、違いだな、不書院という座敷飾りが定型化する以前の書院作りの源流といえるものである。解体修理時に、同人祭の部材から、いろりの間の牧書が見つかっており、当初は室内に色が切られ、茶を立てていたとみられる。佐藤市では、江戸時代以来、同人祭は四畳半茶室の始まりと伝えられており、 堀口素敵は、訓大関西右長期に描写される、同人祭の座敷飾りを論拠として、吉政時代の同人祭茶室説を支持している。東愚道と、同人祭の名は、吉政の命で、横川慶さん、王仙啓さんが選した候補の中から吉政が選んだ、もので、東愚道は、東方の人、念じて正方に小るを求む、六祖壇行、同人祭は、成人は一死して、 同人、関与を出典とする。現在の東武道は、工場の東側に立つが、当初はもう少し輪郭より、現在、高月台と呼ぶ、砂森のあるあたりに立っていたと推測されている。特別史跡、特別名称。近境地を中心とする、地線回遊式庭園。苔寺の通称で知られる、最宝寺庭園、無宗祖籍策定を模して作られたとされるが、 江戸時代に改修されており、創建当時の面影はかなり失われていると言われる。銀砂灘、銀砂団、高月台と称される二つの砂りも今のような形になったのは江戸時代後期とさている。なお、東方山麓の枯れ山水庭園は昭和六年、1931年に発掘されたもので室町時代の面影を残すとされている。自称寺の門から庭園を結ぶ。 入口の道の両側の垣根は銀閣寺垣と呼ばれている。前日の通り、観音殿を銀閣と称するほか、寺院全体の通称は銀閣寺として知られている。一方、入学試験で当時が正当となる問題が出題された際に銀閣寺と回答すると、後藤とされた事例があった。昭和52年1977年3月に、 実施された北海道公立高校入学試験、北海道教育委員会作成においては、銀閣、自称寺は正当とされた、ひらがな表記を含むが、銀閣寺は誤答だった。この説問についての出題者の見解は、銀閣は、自称寺という寺のいくつかの建物の一つで、教科書でも銀閣寺とは記述されていない。銀閣、または、銀閣、自称寺と示されているとしている。 なお、当時の近隣には、銀閣寺前、銀閣寺道を称する伝停、当時やバス停があるほか、修学旅行などのガイドも銀閣寺と呼称していたことを挙げて、入試問題の落とし穴とした報道もあった。なお、平成14年、2002年に実施された、横浜の科学校の入学試験における選択肢では、時事銀閣と記述されている。 なお同じ小国寺の立中として上京区から住まつ今出川東入登る上に自称院がある。自称寺と自称院はどちらも足利義政にゆかりがあるが別の寺院である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。